山根さん、この度は私のプレゼント企画にご応募いただきましてありがとうございました。全部セットでお届けしました。このレスキューフードというかね、本当に普段から食べても美味しいですから、しばらく寝かしたら、まあちょっと食べてみてください。お湯を注ぐだけですごく簡単で、でとっても美味しいです。で、水は5年間持ちますんで、ギリギリまで使えばいいと思うんですけども、でも西アクラソンはね、山水が出るんで、ペットボトルの水を貯めておくことはないかなと思います。そういった意味でも地方都市とか山間部って実はね、サバイバルにものすごく向いてるんですよね。その気になったらイノシシとかクマとか取って食べることもできますしね、だからきっと西アクラソンの皆様は南海トラフが起きてもね、首都直下型地震が起きても本当に豊かに暮らしていくんだろうなとは思うんですよ。で、私もはばかりながら地方に住んでますんで、そういうことを目論んでいるかなっていうところでございます。まあ実際どうなるかは分かりませんけどね、まあレスキューフードね、ぜひお役立てください。本当にいいものが出てますね。本当にね、あれ安いんですよ、まあこれからもよろしくお願いします。では失礼します。